ダイヤ、アセ、プラチナ、プラチナ、ダイヤ、イモ、ダイヤ、アセ、ダイヤ、アセです。一番下がプラチナか。すごいな。何使ってほしい？みんな。何使ってほしい？何の可能性みたい？あ、政治？やっぱ政治か。そう、政治行くわ。月光以外の因子。まあ、策的イニシエーターは欲しいな。月光相場。センチネルがいるんかなっていう。気になるのはそこだな、俺は。センチネルが何かっていう話やな。なんか政治ってなんだっけ？ここ乗ってなんかできるんだっけ？クソ弱いんだよな、音聞こえるし。そんなん普通にイモータルとかレディアントやったら撃ち落とされて終わりやもん。3人ぐらいいる。あのね、くるくる。アイスいる。一人いる。ジョイもいるわ。オーブ取ってる。オーバーアイソー。これ壁割ったら来るかも。二人ターン。露呈したかも。一人二人いた。終わりです。メインフラウラ。メスメス。あと30秒。最後の一人だ。抜けてる抜けてる。ここも鍛えてみんなで下詰めないミッド。あ、いるね。待て待て待て。あとこれ裏ワンだけだ。あるよ。スパイクを設置。ヘブンヘブンヘブン2ヘブン2。ベタジル、ベタジル。残り1名。リロード中。ナイス。うまっ。え、いいの？ミッド使うの結構ありだ。バリアよ。壁使った。多分入ってこれないと認めちゃうよ。近い近い。まあまあまあ、つうかな。視界を塞ぐ。ここミッド、ここ抑えられるのめっちゃきついね、守り側。攻め触りとくかもね。ここの通路に木たかれて、こう抜けられるの結構だるいかも。これ新発見だ。これさ、俺橋上さ、縦壁で塞いでいい？これ右回りだけ、微妙いか。OK です。いや、微妙いな。ごめん、やめるわ。おいおい、ここよ。3人ぐらいよ。フェイトミル4人いる。これ4人いる。ミッド、ここ潰されると結構だるいな。戦える位置がやばい。これビニパラ来た。ヒットショット、まだ終わりじゃないわ。家族に変わる。残り1名 D でキャリアダウン。楽かなと。マッシャマッシャス。ナイスナイス。ミッドコントロールされたら結構めんどくさいね。ここ抜けられるとだいぶだるいね。ミッド触られたらメイン押すのありかもね。痛すぎ痛すぎ。なんか落ちてたけど一人。ミッドがブレイズのメタルみたいな。いや、そこまでうざくないな。だからミッド捉えたからっつって、サイトラカに車線通せるわけじゃないから、ブリーズっぽくないんだよな。相棒かな？相棒のキッチンみたいな感じかな。俺と勝負だ。めちゃくちゃ、これ裏もある裏もあるみんなで。敵を排除。ここフェード。左手に腹入れる。張り付いてる張り付いてる。残り1名。壁むずいな、こういう時。どうすればいいんだ今の。今の右壁か。ああ、これさ、俺左壁たくからさ、ここみんなで右がね、ヘブン木とここ木たいて、右回って中潰そうよ。壁を破壊しよう。ウィングがスパイク設置する。
CT1。 あ、ナイス。ナイスカバー。ナイスナイス。A サイド簡単に取る。どうなんだろうな。これ次 B 行かない？バリアよ。倒しました。入ってる。はい。バレ。なんで。裏は。あと。ナイス。ナイス。これ多分弱いな。何が強いんだこれ。わかんねえや。これ多分構成がっていうか味方が強い。ミッド行きますか。ミッドちょっと、ここ壁で塞ごうかな。これミッド抜けますか。スモークこっちでいいかも。上。手前、はい。なんだ。あー、なるほどね。抜けようと思ったら、こっから撃たれるのか。めんどくせえな。エミンだけ触ってミッド行かない？アルティメット、行けるわ。下がれ下がれ下がれ。あいつどう垂れとるわ。順に垂れとる。あの垂れとうぜえ。下閉じます。もう一回目行こう。もう一回目行こう。まだ終わりじゃないわ。武器があるスパイクを確保。僕2秒さえなく。ヘモンペ。ここよ。こいつ木が。ナイスケージ。あ、ごめんごめんごめん。熱っ熱っ熱っ。敵残り1名。ナイスナイス。ありがとう。センチネルがいるかどうか問題。いや俺センチのいた方が楽だと思うんだよな。横に広いマップってやっぱりラークうざい。で設置された後のリテイクがきついってなるとやっぱり抜けてほしくない。まあ、サイファーキルジョイ、なんか俺個人的にキルジョイの方がやれることは多そうだったな。遅延もできて、でハーバーも言うてカーテンがやっぱ強かったから。バイパーハーバーか。このマッププロの試合で見るの楽しみね。プロのちょっと参考にしたいよね。いやまあでも今回でだいぶ知れたわ。これランクできても戦えそう。